はい、それではインテグラタイプ R 試乗インプレッションいってみたいと思います。DC5 ですね、前期モデルになりまして、走行距離が139,100キロっていう感じですかね。で、仕様なんですけれども、無限のダンパーキット、装着されている感じでして、まあまあかなりねノーマルに近いような状態ですね。乗り心地はねノーマルとほとんど変わらないかなっていう感じですかね。まあ無限のダンパーキットですからね。アクセル踏んだ時のレスポンスや加速はいいですね。やっぱさすが K20 エンジン、もうね14万キロぐらいになりますけれども、この辺のエンジンのレスポンスとかその辺はね全然違和感ないですね。あとミッションこれもね非常にスコスコ入ります。全然ガリとかそういう感じはないですね。クラッチのつながりも上の方に来てるとかっていうのも特にない感じなので、まあつながりも至って普通ですね。加速も、いい感じ。ブレーキのタッチも全然悪くないですし、特に室内に入ってくるような異音とかもないですね。でタイヤがですね、ミシュランのパイロットスポーツ、なんですけども、このタイヤね非常に静粛性があって、ロードノイズとかね全然しないです。で乗り心地もねすごくいいタイヤなのでとても乗りやすいですね。まあ、その代わりブリヂストン系のタイヤと違ってサイドウォールがねそこまで硬いわけではないので、こうハンドルクッと切った時のこのレスポンスの良さみたいなのはないんですよ、このタイヤは。その分非常に乗り心地が良くて、まあ街乗りなんかはね非常にしやすいタイヤですね。で今エアコンつけてますけども、まあ、エアコンの方も非常に涼しいのが出てきます。今日ね結構暑いですからね。で内外装を含めてなかなか、まあ、年式距離考えたら綺麗な状態を維持してきた DC5 だなっていう感じですよね。特にメカロシート、まあ、運転席はね多少ちょっとサイドのところ、潰れてるところはありますけれども、なんか真っ黒になってるみたいなシートね結構ありますけどね、全然そんなのもないですし、シート自体のね弾力性もあって非常に乗り心地というか座り心地かいいですね。早いな。 DC2 型のねああいうクイックな、ね、軽いレスポンスもいいですけど、もうね圧倒的にこうパワーのある K20 っていうのもやっぱいいですね。とても乗りやすいです。あ、ちょっとね段差の大きいところに来るとやっぱりノーマルよりかちょっと硬いかなっていう感じですかね。まあ車としてはね本当全然、違和感なくとても乗りやすい1台じゃないかなと思います。以上 DC5 の試乗インプレッションでした。